辻元君。立憲民主党の辻元清美です。航空法等の一部を改正する法律案について、まずはじめにですね、保安検査の受験の義務付け等に係る制度の創出について、お伺いしたいと思います。大臣にお伺いします。今回の改正によって、国は、危害行為防止基本方針を策定することとなっております。このテロの危険については今までもですね、ずっと指摘されてきたわけなんですけれども、なぜ今になって方針を策定することになったのか、もっと早くすべきだったんじゃないかと思うんですが、なぜ今か、まずお答えください。赤羽国土交通大臣。特にこの保安検査につきましては、私は一昨年の9月の11日に大臣に就任をいたしましたが、就任直後から検査をめぐるトラブルが発生をが続きました。また私自身もさまざま現地の調査をしながら、保安検査員の担い手の不足ですとか、現場での労働環境、待遇の問題等々、構造的な要因の存在などがあるということを、直面したわけでございます。こうしたことは国交省として、保安検査にかかる課題を抜本的に解決していくべきだということを、私自身も指示をいたしまして、昨年6月から学識経験者ですとか保安検査の関係者で構成する有識者会議で議論を重ね、本年3月に中間取りまとめを行ってきたところでございます。これを受けまして、保安検査の受験義務ですとか検査会社に対する国の監督の強化等に加えまして、国土交通大臣が基本方針を策定すると、これは基本方針の中では中身はハイジャックですとかテロ等の危害行為を防止するための基本方針を策定するということにしたところでございます。この基本方針におきまして、国が主体的に保安対策全体の総合調整を行うとともに、諸課題の解決に向けて、国が主導的役割を果たすということも明記させていただいております。こうした課題の解決を全力で図りまして、より一層の国安全対策の強化を図ることをしたく、今国会に法案を提出させていただいた、そうした次第でございます。委員長、辻元君。今大臣のご答弁の中にもですね、保安検査をめぐるトラブルがあったというご発言がありましたけれども、国交省ではどんなトラブルを具体的に把握しているんでしょうか。国土交通省和田航空局長。お答え申し上げます。保安検査をめぐるトラブルといたしまして、今大臣からもご答弁ございましたが、令和元年9月に大阪国際空港におきまして、保安検査員がナイフを検出したものの、検査員間の連携不足によって誤って旅客に返してしまったと。これによりまして保安検査をやり直し、多数の欠航遅延便が発生して、多くのお客様に影響を及ぼした事案が発生をいたしました。このほかにも、保安検査ではナイフなどの機内持ち込み制限品は検出されなかったものの、お客様からの申告によって持ち込みが発覚したような事案などがございました。長、辻元君。もう一つ先ほどの答弁でですね、保安員の体制、離職率も高いと聞いております。そこも専門家からもご指摘があったと大臣がご答弁されましたけれども、この保安員が抱える問題、離職率がなぜ高いのかなど、国交省ではどういうことを把握されてますか。和田航空局長。お答えを申し上げます。保安検査員はお客様から、保安検査をする際にですね、いろいろとクレームを受けたりとか、それから実際の労働時間につきましては、実際にこう例のところで働いている時間ではなくて、拘束時間、瓶と瓶の間の拘束時間がございますので、どうしてもその拘束時間が長くなってしまう。でもこれに伴って時間あたりの賃金が低くなってしまうと、そういうような課題があるというふうに認識をしております。委員長。辻元君。今時間あたりの賃金が低くなるという話がありました。賃金が低くなると離職する人も増えると、離職する人が増えたら経験の積み重ねがなくなってですね、結局先ほどこのナイフの問題が出ましたけれども、
悪循環に陥っていると、これをやっぱり抜本的に立て直さなきゃいけないと思うんですけれども、今回ですね、この国と航空会社、空港会社と、今までどんな連携をしてきて、今回この法律を作ることによって、改正することによって大きく何が改善されるのか変わるのか、お答えください。和田航空局長。お答えいたします。保安検査などの航空保安対策は、これまで国際民間航空条約に基づきまして国土交通省が通達を策定し、保安検査を実施する航空会社や空港を管理する空港会社等の関係者がこの通達に従いまして具体的な対策を講じるとともに、空港ごとに設置されております保安関係者の協議会等の場を通じた情報交換や連携を行ってまいりました。しかしながらこの通達には事案発生時の対処方法や配備する検査機器の具体的な性能など航空保安対策を実施する上での実務面、技術面の詳細を定めております。そういう意味で保安検査にかかる現場の課題を今後どのように改善していくかなど保安対策の在り方等については明記はされておりませんでした。そのため新たに法律に基づき国が策定公表する被害行為防止基本方針におきまして、例えば協議会等の場において技術的な側面以外の現場の抱えるさまざまな問題も含めて情報共有や連携の強化を図るなど関係者間の役割分担と相互の連携協力の方向性を明確化することといたします。加えて国は必要に応じて基本方針に基づいて関係者に対し指導助言を行うこととしており、これらも通じて関係者の連携強化を図ることにより実効性をもって航空保安対策の一層の強化が図られるものと考えております。辻元君。今ですね、役割分担という言葉がありました。そうしますと例えばですね、具体的にちょっとお聞きしたいんですけれども、空港でですね、検査を見逃してしまって、航空機の中でテロが起こってしまったというような事案が発生した場合、責任の所在はどこになるんですか。航空会社なんですか、空港会社なんですか、じゃあ検査会社なんでしょうか、それとも国、最終的には国がですね、主体的に今回の法案では、マネージメントしていくという言葉も入っています。そしてこの保安検査会社に対しても国からですね、いろんなことができるようになりますが、テロが起こった場合どこが最終的な責任になるんでしょうか。和田航空局長。お答えを申し上げます。現在の保安検査の位置づけは航空会社の運送約款におきましてお客様に、恐れ入ります。マスクがあるのでなかなか聞こえにくい。はい、恐れ入ります。現在の、航空保安検査につきましては、航空会社の運送約款に基づきましてお客様に検査をお願いをしているという位置づけでございます。従いまして、何か検査の見逃しなどがあったというような場合には、その対応によって若干変わってくる可能性がありますが、基本的には航空会社がお客様に対して責任を負う、そしてお客様に対するものの責任を負った上で航空会社と検査会社の間でその責任を分担をするというような考え方かと思います。辻元君。国はどういう責任を負うことになるんでしょうか。主体的にマネージメントしていくということになってます。そうするとこの法案が変わることによって国の責任はどういうところが責任になるんでしょうか。和田航空局長。お答えを申し上げます。今般の航空法改正におきまして国がハイジャックやテロ等の防止に関する基本方針を策定することといたします。そしてその基本方針の中で先ほどご答弁大臣からありましたように国が主体的に保安対策全般の総合調整を行うことでありますとか先進機器の導入また検査員の労働環境の改善など現場におけるさまざまな課題の解決に向けて国が主導的に取り組むということを明確に位置づけることとしております。またこの基本方針に基づきまして保安対策の実施状況や
今後の方向性も見据えながら関係者に対し指導助言を行うということを法律上規定をいたしております。さらに保安検査業務の住宅に関する基準を定めるとともに検査会社に対して必要な指導等を国が直接行えるようにすると国の現場への関与を深めるということといたします。したがいまして、国がこれから今申し上げたような中身について主導的な役割を果たして問題が起きないように積極的に取り組んでまいりたいと考えております。辻元君。このですね、テロ対策というのは、結局一番怖いのは、爆発物の持ち込みとかですね、そういうことを見逃してしまって、大きな惨事に至るというのを、まず最大限防がなきゃいけないわけじゃないですか。このテロ対策の責任は最終的には国が負いますよね。でこれ世界中ですね、この責任主体そして実施主体がアメリカなんかは、アメリカとかドイツは国がやっていて、その他航空会社とか空港会社などが行っているところも多いんですけれども、今世界中でですね、国の関与をどこまで強めるかという方向でのやはり議論せざるを得ないという状況になっているわけです。で大臣にお聞きしたいんですけどね、これやはりもしもそういうテロなんかが起こったときにですね、航空会社やそれから、この検査会社に法的な何か責任が生じるわけでもないんですよ。やっぱり何かね、あなたたちが悪いって言って、その検査員を、逮捕するとか罰することもなくって、でそうなってくるとですね、じゃあ、経済的な損失については航空会社がそこで被害に遭った人の損失を賠償する、普通そうなるんじゃないかと思うんですが、保険もかけてると思いますので、しかしそういう事案が起こったら国家の信用が失墜するんですよ、最終的には、日本のですね。でもしもこれ外国のキャリアでですね、外国のキャリアも日本の検査会社に委託してますよね。で世界中から外国のキャリアも入ってきてるわけですよ。で日本の検査会社が見逃してしまったために外国のキャリアで大きなテロが起こったとき、外国のキャリアから取ってみたら、この検査会社をどうするんですか、訴えるんですか、見逃したからって言って、どういうふうになるんでしょうか、どのようにお考えですか、というような問題を整理しなきゃいけないと、今、特にこの国際的なテロの問題っていうのは、世界中で非常に懸念されてるわけですね。で、なかなか答えにくいと思うんですよ。じゃあちょっと局長にお聞きします。外国のキャリアがテロにあってそれ見逃しちゃったら、この外国のキャリアは検査会社に対してどうなるんですかね。和田航空局長。お答え申し上げます。具体的な契約委託関係についてですね、ちょっと前提がないので正確にお答えできているか分かりませんが、外国の航空会社がおそらく日本の空港会社に委託をするか、もしくは、日本の航空会社に委託して、さらにそれを再委託で検査会社に委託をするというような形かと思います。で、そこの間の、責任の分担については、どのような形でその契約が定められているかとか、さまざまなケースがあり得ると思いますので、一概にちょっとお答えするのは難しいかなと思います。辻元君。というように、昔とちょっと状況が変わってきてましてですね、でそれぞれがどういう契約をしているかということだけれども、責任、なかなか負いかねるような状況になるんじゃないかというように思うんですね。ですから、今これは継続的にですね、実施主体を含めた役割分担の在り方、また、私は最終的にやはりこの空港の保安体制、航空空港の保安体制というのは、アメリカのように国がやっぱり最終責任を取るというようなですね、方向での議論もせざるを得ない時代に入ってきてるんじゃないかなと。で、すでにいろいろ調べてみると、民間が責任主体になっているところも非常に各国ですね、いろんな議論があるようなんですね。大臣いかがでしょうか。今ですね、この専門家の皆さんでご議論いただいているところを継続してですね、
やっぱり国の関与をやっぱりもっと増やす、またはですね、責任主体、国に持っていく方向も含めてですね、議論した方がいいと思うんです。で、これ検査員もですね、荷が重いですよ、本当に。いろんなことがありますんでね。それと今サイバーテロもあるわけです。で、このいくらですね、入り口でナイフはないかしらとか、爆発物ないかしらとか、サイバーどうするのかとか、いろんなことがありますんでね、そういうことも含めて国の関与もうちょっと増やさないと、いろんなこと起こってからでは遅いですからね。大臣、そういう方向で議論していただきたいと思うんですが、いかがでしょうか。赤羽国土交通大臣。方向性は辻元委員の言われた通りだというふうに思っております。現在航空会社が、その現場の、検査会社に委託をするということで、さまざま、先ほど申し上げましたように結構連続して同じようなことが起こり、相当多くの乗客の皆様、関係ない乗客の皆様も滞留させてしまったようなことも起こりまして、現場いろいろ見ると、極めてなんというか、このままでいいのかということを私は率直に思いました。で、その現場の委託を受けた会社がどれほど、現場力を持っているかといったこともよくチェックしなければいけないのではないかとか、さまざまな課題が浮き彫りになった中で、やはりこの国の関与、具体的にですね、アメリカ、ドイツのように国が直接保安検査をやるかとか、ヨーロッパの多くがですね、やっているように空港会社に担わせるのかとか、かつて航空会社がやったところはメジャーだったと思いますが、今日本みたいな形は非常にマイナーになっているとか、そうしたことの状況の中で、かつ先ほどお話もありましたが、国際テロを防ぐという意味では日本が穴になってしまうようなことはまずいので、基本的には国際社会で、責任という意味では国がしっかり関与していかなければですね、国際テロはやはり防げないというふうに思いますので、そうした意味で国が主体的な主導的な役割を担う、でどうするのかというのは、そうした方向性の中でですね、基本方針の中で、書かせていただきますが、いただいておりますが、そうした具体的な空港によって日本の国内空港それぞれステータスもちょっと違うものですから、一概にやるのがいいのかどうかも含めてですね、いずれにしても国が関与する形でどういう具体的なあり方があるかという検討し、また保険のあり方等々もですね、一緒に議論していただいたりしてですね、リスクをミニマイズするということと、あと他方検査機器なんかもですね、やっぱり相当いいものが出ておりますので、それ世界最高水準のものに極力導入を支援するような形も考えていくとか、やっぱ抜本的な見直しをしなければいけないということで、繰り返しになりますが本法案の提出をさせていただき、引き続き成立をいただいた後は基本方針に基づいて具体的なそうした方向での議論を進めていかなければいけないと考えています。委員長、辻元君。今ですね、日本が穴になってはいけないという話があったんですが、すでになってるんですよ。カルロス・ゴーン氏はなんで逃亡したんですかね。要するにですね、あれも関空は行けるっていう踏まれてですね、ビジネスジェットが入ってきて、大きな荷物は日本の今までのルールだと、これは検査しなくてもいい、要するに機長が検査をしなければならないと、機長の指示があればするけれども、機長の指示がなかったらビジネスジェットの場合は素通りだったと聞いています。で、今回は機長の指示がなくてもビジネスジェットも検査するというふうに変えたようなんですけどね、大臣。これね、大失態だと思うんですよ。逃亡させちゃったわけですよね、実際に。これ、日本の威信がですね、落ちるわけです。日本は要するに国際的な逃亡ができる国と世界中に発信されて、世界中驚きました。そしてもしもですね、ビジネスジェットでいろんなものを密輸しようとかですね、そういうこともあるかもしれない。ですから、この空港でのですね、荷物検査であったり、それからいろんなチェックっていうのは、私は国家の信用に関わるものだと思うんですね。なんか痛い？どうぞ。赤羽国土交通大臣。国際線のビジネスジェットのルールはですね、
日本だけちょっと特殊だったということではなくて、テロ対策ですから、そのビジネスジェットお客が限られているわけですので、テロの危険があるかないかという機長の判断で、一つ一つの荷物をチェックしなくてもいいというのは、これは、世界でも一緒です。日本だけ特殊な例だったというわけではございません。ですから世界が驚愕したのは日本のルールに驚愕したのではなくて、私はカルロス・ゴーンというその本人に、あの事案に驚愕したのであるというふうに私はそう受け止めております。ただ全体的に、日本は総じてですね、リスク管理とかそうしたものに、がどうだということは、私はそれは前向き、しっかり受け止めてやらなければいけないということで、ちょっとそのビジネスジェットのルールが当時として日本がなんか劣後してたとかということではないというふうに私たちは認識をしております。辻元君。しかし世界中でそんな逃亡したって聞いたことないんですよね。いや、そんな人一人しかいない。それで今度は強化するんですね。ここも強化するということなんですね。で今ですね、最初の話に戻りますけれども、日本の場合は協議会を作ったりですね、海外のキャリア、それから、空港会社、それから、保安検査をする会社とか多岐にわたる、調整みたいなことをやってきて、で今回国が、そこに対しても直接保安検査の会社なんかにもいろんなことができるようにしたわけですけれども、私はやはりもうちょっとすっきりさせる、そして、将来的にはアメリカやドイツのように国に集約していくのがいいんじゃないかなと思っております。そして費用負担なんですよ。で先ほどですね、人件費、要するに、賃金も時給が低いという話もありました。で、やはりですね、これ航空会社も含めて今相当の損失を出してますよね。でこのパンデミックみたいなことがあれば、航空会社ももう大打撃を受けるということも今回分かったわけです。で大打撃を受けてもこの航空保安にかかる費用等は、削ることができないと、非常に重荷にもなってきます。で例えば紛争やこれ米中の衝突なんてあってもらっては困るわけですけれども、何が起こるかわからない中での保安体制というのは、私はこれ航空会社やそれからはじめ民間だけでっていうのも難しい事案になるんじゃないかなと思ってます。ですからこの責任主体とそれから費用分担のあり方も、私は国がのもある程度コミットメントしていかざるを得ないんじゃないかというように思うんですね。ですから大臣、そういうことも含めてですね、いろんな社会現象が起こってきますので、今後検討してほしいと思いますが、いかがでしょうか。赤羽国土交通大臣。それもしっかり検討させていきたいと思っております。よろしいですか。辻元君。本当にこれこの先ですね、さっきの裁判も含めてですね、どんなことが起こるか分かりませんので、この検討会は、もう一度論点洗い出し、一つは、国の関与と責任の範囲を、さらに強める。で私は最終的には、国が、水際を全部引き受けるぐらいのことをせざるを得なくなるんじゃないか、それから費用負担も含めてですね、しっかり検討をしてほしいと思います。で、次にですね、今、大臣、そういうことも含めて検討してくださるというご答弁でしたので、ぜひやっていただきたいと思います。で、次にですね、もう一つこの法案の中で、航空運送事業基盤強化方針というのについて質問をいたします。で、ここでですね、具体的には、今回のパンデミックなどで、着陸料などの減免などを行うにあたりですね、事業者には航空運送事業基盤強化計画を策定していただくということで、国はですね、航空運送事業強化、基盤強化方針を出すということになってますが、ここの中で設備投資の事項がございます。この設備投資は具体的に国交省ではどういうことを想定してますか。和田航空局長。
お答えいたします。航空会社が作成する航空運送事業基盤強化計画には国が定める基盤強化方針の内容を踏まえまして、航空ネットワークの維持確保に向けてコスト削減でありますとか資金調達と航空会社として取り組んでいく内容を記載いただくこととしております。一方で航空会社には航空ネットワークの維持やポストコロナも見据えた訪日6000万人目標の達成に資するような機材の導入など各航空会社の規模や経営環境等に応じて必要な設備投資についてもしっかり行っていただく必要がございます。そのため今年度には着陸料や航空機燃料税等の減免による1200億円規模の相当踏み込んだ支援を実施することとしております。このため各航空会社には設備投資の方針これを計画に記載していただき実施状況を報告いただくことで着陸料等の減免目的を実効性あるものとすることとしております。委員長、辻元君。この大臣基盤強化方針にですね私は設備投資などにあたってカーボンニュートラルグリーンの概念を入れたらどうかということを提案したいんですね。ぜひ入れていただきたいと。でこれはですねDBJ 日本政策投資銀行もこの危機対応融資とかいろいろやってますね今航空会社に。でこの間ですね ANA ホールディングスとの間で劣後特約付きシンジケートをローンの契約を発表いたしました、締結したということ。で、ここもですね、この中にもですね、財務省のこの、これ、コロナリバイバルファンドっていうのを活用するにあたって、指針の中にですね、情報技術の進展や、こういうことが書かれています、環境社会への配慮の要請に高まって、それに見合うようなですね、生産性の向上、まあ、言えば、航空機で言えばですね、まあ、機材の買い替えのときに、環境負荷低減を実現する中型の機材の投入とか、CO2 排出についての、まあ、配慮ですね、こういうことが財務省から指針で示されております。私、このですね、国交省が示す指針の中にも、方針の中に入れたらいいと思うんですが、いかがでしょうか。赤羽国土交通大臣、まあ、そういう方向でも考えております。2050年カーボンニュートラルという実現を目指しまして、航空分野におきましても CO2 削減のための取り組みを強化するという観点から本年3月に運航に関する分野空港に関する分野それぞれで有識者や関係者で構成する検討会を立ち上げまして CO2 排出削減について中長期の取り組みの方向性に関する検討を進めていただいております。ですから今後の航空会社の競争力強化という観点から見ましても例えば低燃費の機材の導入ということが競争力強化に資するというふうに私たちは認識をしておりますので航空運送事業の基盤強化にはそうした脱炭素化を含めた省エネ対策等々は私は必然の項目になるというふうに認識をしております。辻元君。大臣フライトシェイムという言葉ご存知でしょうか。今ヨーロッパで広がっております。要するに航空機は CO2 をたくさん出すから、乗らないというような利用者もいるわけですね。でそういう中でこの CO2 の削減、というのはですね一見経費の増加に見えるんですけれども最終的にはですねお客様の意識が非常に変わってきてますから選択されるこれから航空路線のキャリアというのは、CO2 排出を抑えている努力をどれだけしているかということで、国際的にも競争激しいですからね、そういう飛行機に乗ろうというように意識がどんどん変わってきているわけですね。ですからそういう意味でも、このカーボンニュートラルの概念をしっかりこの強化、基盤強化の方針に入れていくっていうことは、将来の競争力を高めることにつながると思います。それにあたってですね、まあ、例えば、これ、イカオでもいろんなものを採択しておりますし、日本でもですね、この義務化ということになって、航空会社、非常にしかし負担になるわけです。で、肝はバイオジェット燃料の実用化とかですね、これ高いですから、いろいろありますけれども、私は将来の投資という意味で、この国の方針のカーボンニュートラルに、資するようなこれから、設備投資をしていくところに対して、今、航空会社は相当ですね、まあ、1兆円近いような負債を抱えていますので、税の優遇とかですね、
それからこのバイオジェット燃料の研究開発、これは経産省と話をしていただいて、2兆円の基金積んでますので、あれで積極的にやっていただくとか、そういうことをぜひお願いしたいというように思います。これは要請をしておきたいと思います。それが将来の今苦しいけど頑張ってる航空会社に対して、カーボンニュートラルに資するような施策、将来的に国が応援していくということであれば、そこの負担が減るわけです。前回の国交委員会で私は、鉄道への支援、今、真水のお金を入れることができないのならば、法務策とか、それから、バリアフリーとか、将来の設備投資に対しての負担割合を減らして応援したらどうか、これは将来の競争力を国が投資すると、各国に負けない投資をするという概念ですから、これはしっかりですね、優遇を検討してほしいと思います。いかがですか、最後。赤羽国土交通大臣。先ほどそのような趣旨で答弁したつもりでございますけれども、今、政府を挙げて2050年カーボンニュートラルということであります、航空業界だけではなくて、例えば自動車業界も、このカーボンニュートラル挑戦というのは、一時的には大変なコスト増になるかと思いますが、それを突き抜けるということが、経済成長につながるというのは、これ、菅総理も申し上げているところでございまして、そういう意味では政府を挙げて、国交省だけでなくて、これ、年度の予算等々使っておりますので、経済産業省も含めて、政府を挙げてですね、この2050年カーボンニュートラルに実現する、そういう資する支援策も積極的に検討してまいりたいと、こう考えております。辻元君。ぜひ積極的にお願いします。前回ここで私がですね、提案しましたワクチンタクシーやバスについてもですね、前回の時に3つの自治体ぐらいしか事例をいただいてなかったんですが、辻元君に申し上げます。300自治体ぐらいに広がっておりますので、時間が過ぎておりますので、ぜひそういうことも含めてよろしくお願いしたいと思います。以上です。次に